はい、今回の動画はコピー&ペーストをより便利にする無料ツールをご紹介します。で、まあ、コピー&ペーストはですね、まあ、文章なんかをコピーをしてでどこかに貼り付けをするっていうね、まあ、こういう動作っていうのはよくやると思うんですけども、まあ、これはですね、その、まあ、Windows のクリップボードという機能を使ってですね、まあ、1件コピーをして、でそのクリップボードに保存をしておいて、でその1件を貼り付けをするという形で、その直前にコピーしたもの1件しか貼り付けができないというのがまあ通常です。でただですね、これですね、あの無料ツールを使うことによってですね、これが1件ではなくて複数それを登録をしておいて、コピー貼り付けということがね、まあ、できるツールというのがありまして、非常に便利なものなんでね、まあ、今回はそのダウンロードの方法からですね、まあ、インストールして簡単な使い方というのをご紹介をしたいというふうに思います。じゃあそれではね、まあ、Google でも Yahoo でもいいんですけども、検索窓のところにクリボーという形で、これはね、カタカナであと出てきませんので、アルファベットで CLIBOR と打ってください。まあ、クリボーというやつですね。はい、それで検索をします。はい、そしたら、まあ、今これ一番上に窓の森というのが出てきたんで、まあ、ここがあのいいかと思いますんで、この窓の森というところをクリックします。はい、そうするとね、このダウンロードサイトの方に飛びますんで、この窓の森からダウンロードというところですかね、こちらをクリックします。はい、そうするとですね、今この動画の方はマイクロソフトエッジを使って撮ってますけども、マイクロソフトエッジの場合はこの下に保存、名前をつけて保存って出てきますんで、まあ、この名前をつけて保存という方をクリックします。で、あと保存先はね、まあ、デスクトップならデスクトップを選んで保存をクリックします。はい。で、ダウンロードの方がね、終了すると、この画面の下にダウンロードが終了しましたっていうのが出てきますんで、そしたらちょっと一回画面を閉じて、このね、まあ、クリボー、ZIP ってやつですね、あの ZIP ファイルで、ダウンロードされると思いますんで、ここをまずダブルクリックして、これを回答します。はい。回答が終了するとね、まあ、こういった形でフォルダーが出来上がって、そのね、中にこのね、cribo.exe、まあ、この exe ファイルですね、exe というファイル。まあ、これがね、cribo を立ち上げるファイルになりますんで、ここをダブルクリックします。で最初に起動したときにね、この始めにというのが出ますんで、ここは右下のクリボーを始めるというところをクリックします。はい、でちょっと画面だと分かりづらいんですけども、これでね、クリボーがこの裏側で動いている状態になりますんで、これでじゃあちょっとね、このクリボーの簡単な使い方を解説したいと思います。で、じゃあ今回じゃあこのね、私はこういうサイトとか作るときにこういう決められたタグを打つんですけども、まあ、これを毎回毎回コピーペーストってやってると面倒なので、まあ、クリボーを使うとこういったことができますよというのを解説をします。まずはね、最初はもちろんね、あの一番最初はこれをコピーしないといけないです。なんでコントロール C とかでコピーをしてもらって、ちょっともう一個これ開いて、こっちにコントロール V でペーストすると。まあ最初はこれをやります。で、このクリボーがない状態だと、まあ基本的にはこれしかできないんですけども、でクリボーが何が便利かというとですね、このクリボーを起動するにはですね、コントロールキーですね、CTRL キー。これをね、2回押します。キーボードの左下の方によくあると思うんですけど、これをコントロールキーを2回押します。はい。そうすると、こういった形でクリップボードという形で、先ほどコピーしたやつが、ここね、まあ、1番って今出てますけど、ここに出てきます。なので、ここに保存された状態になりますんで、次回以降ですね、これをまたコピーしたいよといったときはですね、ちょっともう1回やると、コントロールキーを2回押します。で、この1番というところですね、ここをクリックします。これでコピー状態になるんで、コントロール V で先ほどと同じものがペーストされるという形で、まあ、これがですね、1万件までこのクリボーが登録できるんでね、まあ、非常にあのね、あの便利なツールだと思いますんでね、ぜひこういうコピペね、まあ、どんな方でもよく使うと思いますん で、特にこういう定型文とかね、このブログの定型文とか、メールの定型文とかっていうのをたくさんね、毎回よくこのコピペするよっていう方は、このクリボーね、パソコンの中に入れておいてもらえると非常に便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。